はい、どうもこんにちは、くんです。今日はですね、まあこの、バトルフィールド4、このゲームでですね、まあ今後ちょっと力入れて、がっつりやってこうかなみたいな、昔ちょっと久しぶりに、ちょっとやってみたいなと思って、ちょっと今やってるんですけど、ちょっとがっつり、まあ今までね、まあ結構、まあネタみたいな感じで、動画撮るために今やってたんですけど、まあちょっとやりたくなって今つけた感じなんですよ。ちょっと久しぶりなんだろうな。まあ、ガチでやるっていうのを、まあ、あんましてなかったんで、まあ、ちょっと時間的にも BF1 かな ?1 をやってたんで、あんまちょっとできなかったんですけど、まあ、BF4 をね、まあ、今後やれたらまあ面白いかなっていうか、結構やってほしいっていう風なね、意見が結構多かったんで、まあ、やり込みたいな、みたいな。またちょっと、いや、そういうのの方がいいのかなって気がするんだよね。個人的には、その、クラン戦っていうのが BF4 でもできないし、もう存在しないから、まあ BF1 をやった方がいいかなっていうか、まあ、なんかそれをやらなきゃ俺はいけないと、俺は思うのよ、クラン戦っていうのね。まあそういう風な、まあなんだろうな、のさばでなんかじゃあ強かったら、そいつは強いのかっていうと、まあ、個人的にはさ、強くないと思うのよ。強つ、てかなんだろうな、のさばで強いのって、ボディービルで筋肉があるだけ、なんだよね。いや、俺の価値観ね、勝手に。あ、お前のもんならそうなんだろうなって、それはその通りなんだけど、のさばの強いのってさ、結局、じゃあ、強い人がのさばにいっぱい入ってたら、わかんないし、雑魚ばっかしゃぶってても、別にそれは、のさばで強いっていうのは、なんか、その人の強さじゃないと思うんだ。本当に強いのって大会で勝ったりすることだと思うんだよね。だから BF4 でも、アジア大会優勝まで頑張ったし、PF1 でもそれを頑張ろうと思ったけど、まあ、あまりにもまあ盛り上がってないと、まあ、いう風な感じなんで、まあ、なんだろうな。まあ、もちろん大会は PF1 出るんですけど、PF4 もちょっとまあ、やり込んでいこうかな、みたいな。そっちの方を、結構求めてる人が多いのかな、みたいな感じで。求めてる人が多いっていう風なのだけで、やるっていうのもまあ、微妙なのかもしんないですけど、まあ、まあね、いつまでもその需要がないものをやり続けても、まああれなんで。まあただクラン戦やりたかったって気持ちは分かってほしいんですよね。BF1 でクランを盛り上げたかったって気持ちは分かり、いや別に今盛り上がるようという気持ちはないわけじゃないですよ。ないですけど、その BF1 のクラン戦をやってる気持ちもまあ分かってほしいんですよ。そんなゴミゲーやらなくていいみたいな思う人もまあいると思うし、BF1 好きじゃない嫌いだっていう人も、なんで4やんねえんだバカみたいな人もいると思うんだけど、うん、まあ、それやりたかったというか、俺にとっての強いのって、クランスで強いことだから、のさばでこう、なんだろう、ザクザク、ザコ喋るのって、別に強いと思ってないっていうか、自分の中での強いっていう定義ではないなと思ってたから、思ってるから、今でも。まあ、それを強いっていう風なのができない、のさばは、のさばしかなくなってる状況の BF4 はあんまやる意味がないのかな、っていう風に思うけど、まあでもね、まあ、久しぶりにこうやってやったら、まあ昔の、結構、なんか、やってたのとかも思い出して面白いし、また、ちょっとやっていこうかな、みたいな、ノリはあるんで。まあでも、こうやってね、だらだら話してても、まあ普通にキル取れるし、あとね、なんか、BF4 の動画とかで、BF1 もそうなんだけど、なんか、クン見逃しが多いっていう風に言われるかもしんない、言われるんですけど、昔からです。下手になったから見逃しが多いみたいな、やってないからだみたいに言うけど、それ関係ないですよ。俺は見逃しじゃなくて見てないんですよ、そもそも。俺画面のね、画面にめっちゃ目近づけてんな。具体的には、ここで、この文字見えてない。この画面の位置だったら、基本的に。ぐらい見てない、周り。もう、こう、目の、わかるかな?このなんか白のさ、あるじゃん。なんか正方形っていうかさ、このマークあるじゃん。この中ぐらいしかほぼ見てない。画面にめっちゃ顔近接させてて、画面との距離ね、中指と親指をこう伸ばした距離より近いです。いや、だからマジもうアホみたいに近いんだよ。ゴミみたいな見方してる。本当に。めっちゃ目近づけて見てるから、周り見えないというか、周りを見てないんですよね。こう、まっすぐこの辺しか見てない、もうほとんど画面の。ここら辺邪魔、使ってないです。で、ここと、このマップの、まあ、往復っていうか、ここを見つつ、なんかこの辺をぼやっと捉えてるみたいな感じなんで、画面とか多分スマホとかで見たら、
え、なんでそこ通ったのに見逃したとか言うかもしれないですけど、見逃してるとか見落としてるとかなくて、そもそも見る気がないんですよ。見る必要はないんで、それアジア大会で優勝した時、もうガチやり込んでた時とかも、それで勝ってるんで、個人的には、なんだろう。見逃すっていうか、そんなの見てもしょうがないというか、っていうか見てないっす。そんなのに集中してないっす、あんまり。なんで、なんだろうな。見るときは、てか画面のこの辺以外は、普通見ないんだよね。こっちを、ただこっち見たかったら、こう動かすもんだって、マウスを。俺の FPS のやり方は、この辺の、ここ真ん中しか見ないの、目を。ここしか見ずに、なんかよくいるんだよ。FPS の初心者でやりがちなのが、真ん中でこうクロスヘア、ここにクロスヘアあんのに、この辺見てるとか。うちのね、事務所のね、事務所にたまに編集しに来る、ちゃんみやって子がいるんだけどね。まあ、FPS 初心者なのよ。で、なんか、クロスヘアここに置いてんのに、この辺見てて、ここの敵に撃たれて死んでて、なんでここ見てないのって言って。いや、なんか FPS でどうやったら上手くなるか教えてくれって言って、で、じゃあ俺後ろからプレイ見てるよって言って、プレイ見てたんだけど、なんかここにクロスヘアの、ここを見ずに、こっちチラチラここ見たり、ここ見たりしてて、いや、見るんだったら、こう目を動かさないと、自分の兵士の目、この兵士と一体化して、この目を同じようにしたら、勝てるから、みたいな、まあ話をね、まあ、したりとか、なんかしたら、まあちょっとなんか別の話になっちゃったな。まあそれはいいんですけど、まあそんな感じで、またちょっとね、まあなんか FPS キッズも黙らせなきゃいけないから、ね、定期的にね。定期的にちょっとやり込んで、まあ強いクンさんをね、見せ、いやでもそれクラン戦な、クラン戦でも見てほしいんだけどな、本当はな、BF1 の。まあ難しいっすね。まあクラン戦とかっていうよりかは、みんなのさだが強かったら強いっていう風な、まあ、感じに なるから、まあその気持ちもまあわかる。のさばでこう、なんか、オペレーションロッカーとかで、後ろから、援護兵とかで、ガガ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 ガ
るけど、まあ、あんなのはまあ、あれネタ、ギャグだからな、あれって一種のギャグみたいなもんだから、あれは。これ上来んな、これ。どうしよう。チームのためを思えばここにいるべきだけど、めんどくせえからここに狙撃しよう。てかこれ向こういるだろ、多分。あ、いた、やっぱり。二人やったぞ。こっちか。どうすかな、あのアホやりてえな。引っ込むな、すぐ。撃ち合うか。おい、来い。PUBG なら来るだろ。おい、向かって来い。殺せるぞ。あー、もうすぐ仕込みやがる。弾がなくなったじゃねえかよ。これ、下上がってきそうだな、これ。ちょっと一回引くか。弾もねえなったわ。撃ちすぎた。何やってんの、これ。どこと戦ってんの、これ。この奥と戦ってんのか、これ。なんだよ、これ。これ、やばくね、これ、多分。あんま良くないぞ、この位置。沸かせるか。沸いてくれ。沸くんだ。私で沸くんだ。あ、そう。チームで詰まっちゃった、これ。沸けねえんだ。ドミネーションじゃねえや。やべやべ。やってねえことがやっぱバレるな。よし、起こすぞ。ごめん、嘘。弾だけもらう。あ、これやべえ。これ一回上に行った方がいいな。危ない危ない。さささー。なんなのこの武器は一体。こういう武器か。これ多分こっちやべえだろ。こっちもやべえぞ、多分。どこもかしこもこれ、ドッタンバッタン大騒ぎになってる。あ、やっぱり。あー、ドッタンバッタン大騒ぎだな、これ。BF4。いや、異論がある方は、なんか、コメントでお願いします。BF1。いやいや、BF1 やってほしいんだ、俺ら。まあ、いるかもしれないけど。あ、ちなみにやめないからね、別に。やめないけど、まあ、4をやり込むこと
になんか異論はないような気がするんだけど、4やってほしい人も多分いると思うんだよね。再生数的に。多分、でも、4をやることで登録者数が伸びたり、再生数が爆伸びしたりすることは、確実にない。確実にないけど、まあ、まあなんだろうな。まあでも、BF4 をね、やんないと、何かしらの BF シリーズを、なんか、やらないと、なんか俺じゃない気がするし、まあ別に、まあそれで登録者は伸びなくても別にいい、まあいいかなとも思うし、ということで、まあ4をやりますよ。まあ見ててくれ。のさばの喋り方をもっと研究しよっかな。あ、これダメだ。のさば喋りマスターになるか。コンクエストとかでのさばを喋りマスター目指してやる。まあでもあれだね。他もなんかまあ、なんかまあやり込み、PUBG はなんかまあお楽しみでやるのが楽しいからな。PUBG はなんか今の調子でいいような気がする。PUBG はお楽しみがいいわ。なんか、PUBG ってあれだよね。なんか、麻雀みたいだよね。なんか、将棋とかと違ってさ、なんか、絶対負けるとかがないじゃん。だから多分面白いんだろうね。で、絶対勝つってのもないじゃん。強い人は100回やって100回勝てるかっていうと、そういうわけでもないっしょ。だから多分面白いんだと思うよ。なんか、ワンチャンあるみたいな、どんなプレイヤーにも。そういうのが、面白さなのかなっていう気はしますわ。まあでも俺は100回やったら100回勝つゲームやりたいの。なんか、運で勝ったみたいな、運で負けたみたいな、なんか、シャドバよりも、なんか、格ゲーとかの方が好き。まあ、シャドバキッズの今喧嘩打ったな、今。シャドバもね、多少運要素あるから。多少というか運要素あるから。仲いるだろ、これ。こういう時はですね、こういう時テクニック。はい、起こす。頑張れー。はい、撃ってる間に殺すー。ほら、もう一回突っ込め、お前。これやばいね、これさすがにやばい、さすがに終わる、これ。戦ったらダメだろ、これ。よし、逃げろ。よーし。あ、どうすかな、これ。あんまよろ、何やってんねん、お前ら。お前ら何やってんだ。ここ何する場所、ここ。なんかこれすごい、それ映画みたいなことやってる。盾で前進してる。俺もついてくか。いや、盾すぐ死んだんだが、ついていったらダメだったわ。ちょっとダメだ。次行こう。わー、行った。これをちょっと終わったらもう終わりかな、この動画は。おっと、まあでもこの動画出したらまあ言われるんだろうな、なんか BF1 やめるのかみたいな。いや、やめないです。いや、だからね、こうラジオ動画の時とかも俺すっげえ気をつけてんのがさ、なんかこうなんだろう、やっぱ早とちりしちゃう子とか、その重箱の隅をつついたりするような人って結構いっぱいいるんですよ。例えばまあそうだな、いや、ほんとなんか、なんだろう、こう、まあ、なんだろう、どうしようかな。まあ、例えばだけど、もう超例えばね、そうだね、学校で、ヤンキーになったり、グレたりするのは良くないことですよ、っていうふうなことを、まあ、言ったとしよう。まあ、それって一般論として、まあ、あまり良いことではない。って思うじゃん。まあ、そういうことさ、例えばね、例えばなんだけど、そういうこと言ったりすると、家庭の事情で親から愛されずにそうなってしまった子もいるんだぞ、みたいな、そういうこう反論とかって絶対来るんですよ。ラジオ動画とかって。そういうなんか、なんだろう、一般論じゃなくても特殊な話を持ち出してくる人とか、なんだろう、個別事例。いや、僕の知り合いのヤンキーはすごくいいやつばかりでした、みたいな。そういう、ことを言い出す人って結構いて、ラジオ動画とかで俺一番気をつけてるところってね、まあ、なんで PF の動画でラジオ動画の話をしてんのかって話なんだけど、ラジオ動画で一番気をつけてるのってね、こう、重箱の隅をつつく人たちを、なんか、つつかせないようにすることを俺気をつけてんだよね。例えば、さっきので言えば、まあ、ヤンキーは悪いよね、みたいなことを言うんじゃなくて、
ヤンキーは一般的にあんまり良くないこととされて、で、その理由はやっぱグレたりすることで、まあ学業的にも将来的にもマイナス面しかないよ。でもまあ確かに家庭の事情でそうなってしまう、そうせざるを得ない子っていうのはいるし、まあヤンキーの中にはもちろん、まあその後俺の知り合いにもヤンキーやってたけど、まあキャバの店長とかやって、まあ社会的にもその収入を得て、みたいに真面目にやってるやつもいるから、一概にそういうことは言えないんだけど、やっぱりヤンキーってあんま良くないことだよね、みたいなことを言わざるを得ないんですよ。なんか、結構、なんていうのかな。僕の周りでは違いますよ、論。これ、ヤフー知恵袋でも結構いるんだけどね、そういうのって。なんか、だから難しいんですよ。だからそういうのが物申す動画って難しいと思うんですよね。至極当たり前なこととか、至極感情的にまあ当然だって思うことをやっても、こう、いや、僕にとっては違いますとか、こう、いや、そういう話じゃないんだよ、みたいな。そういう個別具体事例とか、その人自体のその、個人のことを言ってるんじゃなくて、全体的な傾向の話をしてるのであって、すべてがそうであるとは限りません、みたいな。こう、常に注釈をつけなきゃいけない状況になったりするんです。まあ、それが一番気をつけるところだな、というふうに思うんですよ。だから、つまり私は BF1 を、姉妹辞めるというわけではないですが、BF4 を、まあ、面白いというふうな人もまだまだいるし、BF 自体をまだやり込みたいと思ってるから BF4 をもう一回やり込んでみようかなというふうな挑戦をしようとしています。ただ BF1 を、何度も言いますが BF1 をやめるというふうな感じだったり、例えば PUBG をやめる、マインクラフトをやめる、他のゲームのウェイトが減るとかいうことは特にありません。以上です。大丈夫かな？これでなんか騒ぎ出す子はいないかな？みたいな感じなんだよね。はい。ということで、こんなもんかな。くんでした。Goodbye.